魔女のアンナだよ。こっちはカシマール。よろしくな。聖職者にして魔物研究家のウィルだ。よろしく頼むよ。見てたぜ、あんたたちなかなかやるじゃないか。年の割に相当な手だれだろう。あれくらいの魔物じゃ物足りなかったんじゃないのか。嫌だな、隠さないでくれ。あんたたちも村の自警団じゃ手に負えない魔物と聞いて期待してきたんだろ。でもがっかりだよな、あの程度じゃ肩慣らしにもならない。不完全燃焼って感じだぜ。おいおい、いや、隠す必要はないぜ。俺の見立てじゃ、あんたは相当な腕前だ。俺は自分の夢を叶えるために、今よりも、もっと強くならなくちゃいけない。そこでだ！この俺、フェザーと真剣勝負をしてくれないか！つまりあんたは恥ずかしがり屋なんだな。ちげえよ。
そうか。そういうことなら仕方がないな。無理強いをするのは俺も本意じゃない。ここはおとなしく退散するとしよう。また会うことがあれば、その時こそ拳で語り合おうぜ。別れた後、盗賊団のアジトを突き止める依頼を受けたんだけど、腕試しにアジトに単身で乗り込んだら、思いのほか盗賊の人数が多くてな。それじゃあ、いや、連中は今頃全員アジトで伸びてるだろうぜ。依頼を無視して動いてたら、村の自警団に目をつけられてね。おいおい。しかし、ここでまたあんたに会えるとは。これはつまり、俺とあんたは勝負すべきだと星が導いているに違いないぜ。そういうわけで、さあ、いざ！もう！なるほど、意志は固いか。それもあんたの強さの理由の一つかもな。だが、俺だって負ける気はないぜ。一度決めたら、どこまでだってついてってやる。俺の見立てによれば、あんたは気空師だろ？その空の旅、俺も同行させてもらうぜ。いつか拳を交える、その時までな。お、なんだ、意外にあっさり折れるんだな。それなら、その調子で俺と一勝負。おい、こら！あの！おっと、そうだったな。それじゃ、早速出発だ！
パーシバル。まったく。俺のせいでオートがひどい目に。こんな状況で笑っていられるか。だが、わかっている。そんなことぐらい。まあまあ。だが、口を慎め、パーシバル。今の俺をどう言おうと構わない。だが、フェインを悪く言うことだけは許さない。では。いいだろう。お前が望むなら相手になろう。何？だから。パーシバル、お前。あれはパーシバルがこの国を離れる前のことだ。当時俺とパーシバルは次期団長の座を期待される黒竜騎士団の副団長同士だった。だが、知っての通り、あんな事件が起きてしまってな。それがきっかけとなり、俺はこの国のため、あいつは己の信じる理想のために生きる道を選んだ。別れ際に俺たちは互いの理想をかけて密かに真剣勝負をした。それじゃあ、おそらくその勝負の続きのことだろう。結局引き分けたまま別れてな。でも一見すると偉そうだけど、根は憎めないやつだろ、あいつ。そうだ、団長たちも俺の家臣になれってあいつに言われなかったか。やっぱり。そうかそうか。でも本当に認めた奴にしか声はかけないぞ。団長、あいつと再び引き合わせてくれて感謝する。いえ。
ありがとう。お前たちと話して少し気が楽になった。さてと、あいつの言う通りにするのは尺だが、我々も明日に備えて休もうか。団長たちにまで迷惑をかけてしまって申し訳ない。いえ、ありがとうみんな。それで、そうだな、今日は確か建築資材が王都に届くはずだ。できればその運搬を手伝ってほしいんだが。これは一刻を争う事態だ。すまないが、団長たちも救援に向かってくれるか。任せとけ。終わりだ。終わりです。この程度どうってことないさ。ベイン、お前、いや、そんなことはない。少し驚いただけだ。いや、むしろお前らしいな、ベイン。どうだ、ベイン。何か困ったことはないか？
それならよかった。じゃあ俺たちはもう行くぞ。ああ、その通りだ。パーシバル、どうしたんだ？ランスロット、おいお前、見ない顔だが、誰に断ってここに店を出している？お前は向こうから回り込め。仕方ない。というわけで、やったー、ステップ決まったね、チカちゃん。なんでもない。それよりジークフリートさんの姿を見なかったか？うん。そうか。うん。もう大丈夫だ。ありがとう、パーシバル。問題ない。さあ、町の見回りを続けようか。よーし。はい。
待て。なんだなんだ。ダメじゃ。すまない。なあ、確かに そんなわけないだろ。ひひ。山を渡り歩く漂泊の狩猟民さ。僕がお化けだって？ルリアちゃん、君って本当に面白いことを言うんだね。ごめんなさい。あれは呪いなんかじゃないよ。この時期、山は狩猟期間に入るから危険を知らせる合図みたいなものさ。
お墓じゃないよ。あれはね、ここで狩りをしてるのは僕だよって仲間に知らせるサイン。ひどいな。カマロは僕の相棒だよ。友達ができてよかったね。カマロも B 君が大好きだってさ。うん、僕のこと。僕たち山岳エルン狩猟民は昔から里の人たちに山狩りさんって呼ばれてきたんだけど、それがなまって山神様になっちゃったみたい。急ぎましょう。はーい、さようなら。ダメなんですか？寂しいじゃないですか。もっと話していきましょうよ。僕ら弓使いの一族はね、成人すると家族と離れて山で一人暮らしを始めるんだ。でも僕は寂しがり屋だから、それがすっごく嫌で、いつも家族のことばかり考えちゃう。そんな時君たちが来て、いっぱいお話ししてたら、父様、母様のこと思い出して寂しいよ父様、母様たく、あれ？いいのかい？僕、山のことなら何でも知ってる。いっぱいいっぱいお話できるよ。
先ほどから姉様の表情が妙に険しい。やはり私といるのは退屈なのだろうか。あ、はい、何でしょう姉様。なんかさ、新しい服が欲しいんだけど。私でよろしければお供いたしますが、何分おしゃれには疎いもので。バカだね。はい、じゃあ決まりね。あ、お待ちください姉様。これなどはメーテラ姉様に似合うのでは。ちょっとスーテラー。はい、ただいま。姉様、いかがですか？じゃあ。ねえねえ。あ、はい、とてもよくお似合いです。黒の落ち着きと今の髪型がとてもよく合っています。あ、ありがとう。やはり姉様のご趣味は洗練されていますね。スーテラには真似できません。
姉様？何ですか？はい。え？いいから。姉様、もう服は選び終わったのでは？うんうん。あたしの妹だけあって。いいって。ですが。まあ、はい、ありがとうございます。姉様と一緒に買った服。ちょっとスーテラ、すみません。ったく、ひどいわけではなく、今日の姉様はなんというか、こううまく言葉にできないのですが。ああ、もうわかったわかった。はあ、私さ。はい、私もちょうど休みたいと思っていたところなのです。オッケー。では私も同じものを。そういえば、こんな雪の日の夜に姉様が枕元にプレゼントを置く不審者を捕まえようと言ったことがありましたね。え？はい、それで姉様の仕掛けた罠にその不審者が見事に引っかかって私は泣きながら父上を呼びに行ったんです。ああ、ですがその不審者がまさか父上本人だったなんて。まあ、え、本当ですか？姉様、あんたって。あ、やめてください。もうこれ以上過去の思い出話で気をもみたくありません。ああ、もう。
前言撤回です。やっぱり姉様はいつも通りの姉様でした。姉様、お会計は？ん？そんな、困ります。服まで買っていただいた上にお茶までご馳走になるなんて。今日はでも…ほらほら、はい、わかりました。んじゃ、では、団長殿たちにも何かお土産を買って帰りましょう。まあ、気の利く美人姉妹っぷりよ。ちょっと、あんた、やっと見つけたで。ほらみ、やっぱりや、あんた、うちや、ねねやで。なんだなんだ。あんたまさかうちらの子八重まで忘れたとは言わさへんで。そうなん、おとうちこと忘れた。こらトカゲ、今何言うた？な、うちも母ちゃんちゃうで。お姉ちゃん言わな返事せえへん。なんだって？なんや、文句でもあるんか？よしよし、こや、アメちゃん食うとき。食うとき食うとき。
まか？ほんまにあんたらあのでっかい気空艇に乗ってきたんか？そうか、ディスタルシアか。あんたらも気空師やってんな。道理でよう似とるはずやで。うちのええ人にや。あんな、うちな、昔ある菊氏と大恋愛をして、ほんでな、八重を授かってんや。せやけど旦那、突然何も言わんで去ってしもた。おいおい、せやな、うちめっさ鬼嫁やさかい、てんなことあるかい。誰が見てもわかるやろ、うちほど優しゅうてべっぴんな女房はおらんちゅうに。あれ？ちゃうか？そういや、島のもんもみんな言うてたっけな。捨てられたんや。もう忘れて。せやけどうち、そう思えんの。あいつ、下手れやったけど、そないなことするやっちゃない。事情があったんなら、教えてほしいんや。うちはそれが知りとうて、島々を巡りながら、旅してんねんや。ははは、よっしゃ決めたで。ちょうどええやん、うちのヘタレ旦那を探すためや。あんたんとこの船に乗せたってんか。ケチケチ言わんときりな。あんたらについてったら旦那にも会えるような気がすんねん。はあ、ええやな。よっしゃ決まりや。ほなよろしゅう頼んます。いや、私ですか？別にどうもしませんが、何か。え？泣いている？
この私が？お嬢さん、面白い冗談を言いますね。でも、騎士を侮辱してはいけない。騎士たるもの、人前で涙など、決して見せないものです。おいおい。違う。これは体質なのだ。なぜか、私の右目は、生来、静かなる海をたたえて。だから！はぁ、やれやれです。悲劇とは、常に交渉にして、トカゲごときでは理解されぬもの。オイラはトカゲじゃねえ！そんなことよりほら、君たちが心配すべきは、あちらの青年の方ではなかったのですか？うわぁ！この野郎！おいおい！その通りです！ああ？違いますよ。とばっちりにもかかわらず、核も清らかでまっすぐな笑顔でいられるものですか。まったく、今日はどうなっているのでしょうね。誰も彼も間違えてばかり。きっと、どこかでトンチンカンのお祭りでもあるのですね。え？君のことに決まっています。私は攻めるべき相手を間違えていると忠告してあげたのですよ。勘違いしないでくれたまえ。悲しいから泣いているのではない。不幸だから泣いているのでもない。意味もなく流れ続ける涙が恨めしい。私は、この涙の無二の親友。そう。悲しみの行方を探している。私はなぜか、生まれつき右目の落雷が止まらない体質であった。ある時、とある高名な占い師に出会うことができてね。
私は思い切って聞いてみたのです。はあ、ああ、以来、私はその占い師の言葉を信じ、悲しませたという魂の行方を追って、島々を旅している。わからない。しかし私とは逆に、左目を常に涙で濡らした女性だと、かの占い師はおっしゃっていました。でもよ！いや、どうでしょうね。私にとっては、君たちの方こそ不思議ですよ。おいおい。まさにそれですよ、B 君。どうして君たちはそんな風に、いつも笑顔でいられるのでしょう。先ほどだってそうです。あれほど理不尽な目に遭おうとも、嫌な顔一つせず、笑顔で応じていた。君たちこそ随分な変わり者です。どうしたらそんな笑顔ができるのです？似た者同士ですって？一緒だって。それでは、まさか君たちも。私が面白い、ですか。そんなことを言われたのは生まれて初めてのことです。こんな辛気臭い私でも、君たちは笑顔で受け入れてくれるというのですね。まったく、つくづく変わり者ですよ、君たちは。